こんにちは、めんどくさがり屋のスタイリスト大山俊です。僕は本のタイトルにですね、めんどいという言葉を使うぐらいですね、日々の着こなしにおいて快適さだとか手軽さを結構重視してるんですね。まあ10代20代の頃はおしゃれのために結構我慢なんかもしたんですが、30代中頃ぐらいからですね、だんだんその我慢というものがしんどくなってきて、服に求めるものの中にですね、快適さとか着心地の良さというところを結構求めるようになったんですね。そしてこの着心地の良さみたいな部分を突き詰めていくと、あるジャンルが最強だなって感じるようになったんですね。それがですね、スポーツウェアですとかアウトドアブランドのようなものなんですね。このジャンルはやっぱりですね、体を動かすことを前提に作られているので非常に着心地がいいですし、あとは機能的でもあるんですね。さらには結構ハードに使ってもくたびれないという耐久性という意味でも優れているので、やはりスポーツウェアとかアウトドアブランドというところは快適さというところではかなり最強に近いのかなと思っています。ただこのジャンルっていうのは失敗するとくたびれた休日のおじさんのように見えてしまうんですね。結構ですね、土日なんかを見ているとジャージ姿の男性だとか、スポーツウェアで結構派手な色とか柄のものをですね、ちぐはぐに着てる方も多かったりするので、まあ、気を抜いてしまうと素敵には見えないのがネックではあるんですが、このスポーツウェアだとかアウトドアブランドの中である程度絞り込みをすればですね、快適さとデザイン性というところを両立させながらおしゃれを楽しむことができるんじゃないのかなというふうに僕は感じています。ということで今回の動画のテーマなんですけども、着心地最強のアウトドアウェアの中でおしゃれをする方法ということで、具体的に2つのブランドをですね、例に出しながら様々な僕の私物のアイテムをご紹介してみたいと思っています。まあアウトドアブランドだとかスポーツウェアのブランドってかなりたくさんのブランドがありますよね。まず大切なのはこの中でどのブランドがまあスタイリッシュで普段着としてもセンスよく見えやすいのかというところを理解しておくと結構近道かなと思っています。まあ今回ご紹介するのは2つのブランドなんですが、まず1つ目はノースフェイスというブランド、そして2つ目はですね、アークテリクスというブランドなんですね。この2つは僕の日々の着こなしにおいてはめちゃくちゃ重要度が高いものなので、皆さんにもですね、僕の私物のアイテムを見せながら解説をしていきたいなというふうに思っています。まず1つ目、ノースフェイスというブランドなんですが、僕はこのブランドと出会ったのは10代の頃だったと思うんですね。その頃はノースフェイスというとリュックのイメージが強かったんですね。ノースフェイスのロゴが入ったリュックを持ってる人がですね、僕の周りもちらほらいて、なんか憧れがあったんですね。16、17ぐらいだったと思うんですが、ノースフェイスのリュックというのをですね、結構愛用していた時期がありました。そこから大体10年ぐらい間が空いたかなと思うんですが、僕は大人になってから再びノースフェイスのアイテムを使うようになったのには一つのきっかけがありまして、そのアイテムを実際に持ってきました。まあこちらのアイテムなんですが、パンツですね。こちらはアルパインライトパンツというシリーズになります。こちらのパンツは今から8年ぐらい前に出会ったんですけども、当時はまだですね、細身のパンツが全盛だった時期だったんですけども、そういった細身のパンツといえば基本的にはブルージーンズだとかブラックジーンズだとかジーンズ系が多かったんですね。このようなカジュアルなパンツで細身のものってほとんど見つからなかったんですね。で、僕ある雑誌でこのノースフェイスのアルパインライトパンツを履いている方を見つけまして、これはなんか細身ですごくかっこいいなと思って、実際ノースフェイスの原宿の店舗に行って購入をしたんですね。まあこちらはですね、シルエットが綺麗なんですね。かなり細身のデザインになっていて、もちろんアウトドアウェアであるんですが、街着に落とし込んでもですね、すごく使い勝手がいいパンツなのかなと思っています。まあいわゆる化繊でできているパンツで、シャカシャカパンツとも呼ばれたりするんですが、このジャンルをですね、開拓したのは僕はこのノースフェイスのアルパインライトパンツなのかなというふうに感じています。まあストレッチもめちゃくちゃ効いていますし、タフなんですよね。僕はこれをですね、部屋着からワンマルウェアとして使ってるんですが、平気で 3,4 年ぐらい使えちゃうんですよね。現在これが3本目になるんですけども、1本買えば長く使えて、結構1年の中でも使ってる日数が長いんですが、全然へたれないパンツとして僕はこちらを愛用しています。まあいろんな着こなしにも合いやすいですよね。この上に T シャツを着るっていうスタイルもいいかなと思いますし、意外とですね、ボタンダウンシャツなんかにも合ったりするので、カジュアルな着こなしからややきれいめな着こなしまで活用できるというところで、これ以上ないぐらいですね、ロングパンツの中では僕は愛用している1本になります。ノースフェイスというブランドはあくまでアウトドア
のブランドではあるんですが、最近ではですね、待ち着で活用する方がめちゃくちゃ多いブランドなんですね。ですのでノースフェイスのパンツとかは結構細身で綺麗な形のものも多いですし、 T シャツなんかに関しては少し緩めのサイズというトレンド感を取り入れたものもあったりするんですね。この待ち着としての使いやすさはもう断然ですね、ノースフェイスが優れているかなと思いますので、ぜひ皆さんもですね、頭の片隅に置いていただきたいアイテムかなと思っています。基本的に僕はこちらのパンツを夏以外履いているんですけども、じゃあ夏は何を履いているのかというと、こちらのショートパンツを愛用しています。こちらも同じくノースフェイスのものなんですが、僕はですね、こちらをランニング用として購入をしたんですが、あまりに快適すぎるので、僕はですね、夏時期はほぼこれを着用していることが多いかなと思います。お風呂に入って出たらまずはこのパンツに履き替えて、寝る時にもですね、寝巻き用の色違いのものがあるのでそちらを履いています。そして部屋着としてもワンマイルウェアとしてもスポーツウェアとしてもこちらを使っているので、めちゃくちゃ活躍しているのがこちらのショートパンツになります。まあ、商品名はスワローテイルベントパンツというんですね。今回は名前を調べてきました。いつも名前が知りたいという方が多かったんですが、僕はそういうところですね、非常に雑なので名前を具体的に出してこなかったんですが、皆さんぜひその名前で楽天なんかで検索をしていただきたいなと思うんですが、こちらはですね、もう本当に気に入ったパンツで、合計3本今所有をしています。今僕は手元に持っていますが、撮影で履いてるのも同じパンツなんですね。それぐらい愛用しています。まあ、着心地がめちゃくちゃいいのと、デザインがすごくシンプルなこと、ここがですね、使い勝手のいいポイントかなと思っています。で、丈はですね、意外と短めにできているので足さばきもいいんですね。その分ですね、ちょっとこれを履いてデートに出かけるだとか、おしゃれをして出かけるというようなアイテムではないかなと思います。あくまで部屋着からワンマイルウェアとしては使い勝手がいいかなと思っています。あまりですね、ショートパンツの丈が長すぎると足さばきが良くなくて、意外とですね、履きにくかったりするんですね。これは結構ですね、短めにできているので、このまま運動してもいいですし、日頃過ごす上ではめちゃくちゃ快適なパンツかなと思っています。意外とですね、このような機能的なパンツ類というのはもうノースフェイスの超強みだと思っているので、ぜひ皆さんチェックしていただきたいなと思っています。はい、そして3つ目、こちらもノースフェイスなんですけども、 T シャツですね。 T シャツ類もかなり快適で、僕はノースフェイスのものを何枚か持っています。まあ、今年購入したのはこちらのですね、アーバンネイビーという色味のものなんですが、素材はコットンとポリエステルの梱包になっていて、まず手触りがすごくいいんですね。まあ、ポリエステルですとか化繊 100% のものも非常にですね、乾きやすくて使い勝手がいいんですが、肌触りで言うとやっぱりコットンがブレンドされている方が、まあ、滑らかですごく着心地がいいのかなというふうに思っています。まあ、非常にシンプルなデザインですよね。色味がアーバンネイビーというところで少し都会的な雰囲気がして、その点もすごく気に入っています。基本的に夏場の部屋着としてはこちらに対して先ほどご紹介したショートパンツを合わせることが多いんですね。上下ともノースフェイスで統一感を出すようにしているんですが、まあ T シャツにおいてもノースフェイスは非常に使い勝手がいいのかなと思っています。夏時期の部屋着からワンマイルウェアとしてはデザインもすごく素敵だと思いますし、機能的で使い勝手もいいので、ぜひノースフェイスの T シャツというところも皆さんチェックしていただければなと思っています。はい、続いて4点目をご紹介したいなと思うんですが、4点目のアイテムは今度はアークテリクスのアイテムになりますね。実際にもう今着ています。こちらはナイロンジャケット、いわゆるウィンドブレーカーみたいなものではあるんですが、アークテリクスのスコーミッシュフーディというシリーズになります。まあ、こちらも去年購入したんですが、めちゃくちゃ便利ですごい使い倒していますね。今撮影しているのは7月の下旬で、まだギリギリ梅雨時期ではあるんですが、この季節っていつ雨降るか分かんないですよね。ちょっと小雨が降った時なんかにもこういったものがあればですね、軽く羽織るとですね、風も防げるし雨も弾いてくれるので、めちゃくちゃ便利なんですね。春先にも使えますし、秋から真冬はちょっと使えないんですが、12月ぐらいまでは使えるので、非常にですね、1枚あると便利なアイテムなのかなと思います。このアークテリクスというブランドというのは、まあ、アウトドアブランドではあるんですが、ノースフェイスに比べるともっとこう質実剛健というか男らしい印象があるブランドなんですね。アウトドアブランドの中でもより機能的な部分にフォーカスをして研ぎ澄ましたデザインというところを得意としているブランドなのかなと思っています。まあ、このアークテリクスというところをですね、うまく着こなしの中に活用していこうという流れは結構前からあったんですが、まあ、そういったものを得意としていたのが僕の中ではビームスだったんですね。ビームスでは結構いち早くですね、アークテリクスのアイテムというものをセレクトしていて、前からですね、ずっと憧れがあったんですね。ただアークテリクスのナイロンジャケットってめちゃくちゃ高いイメージがあるんですね。多分僕の当時のイメージだと7万円と
とか8万円とかそれぐらいの価格帯だったかなと思っています。今でもアークテリクスの商品ってかなり本格的なナイロンジャケットだと本当に5万円を超えるものがゴロゴロあるんですね。一方でこちらのスコーミッシュフーディーに関してはだいたい2万円台前半ぐらいだったんですね。まあ決して安くはないんですけども、まだ手が届きやすいアイテムなのかなと思っています。まああくまでこちらはがっつり登山系のアイテムというよりは待ち着としてですね活用しやすいようなものになっているので、皆さんにもおすすめしやすいかなと思っています。デザイン自体はすごくシンプルではあるんですけども、この左胸に入ったアークテリクスのロゴ、これがまた僕は好きなんですね。まあ始祖鳥をモチーフとしたデザインなんですが、これがあるだけでなんとなくテンションが上がるというのがアークテリクスの世界観の一つの魅力かなというふうに思っています。まあそう考えると僕はなんだかんだブランドものが好きなのかもしれないですね。ノースフェイスだとかアークテリクスのロゴがあるだけでちょっと安心感があったりするので、そういった点は改めてミーハーで薄っぺらいなと思ったりもするんですが、まあアークテリクスっていうのは誰もが知ってるようなブランドではないんですが、知ってる人が見たらなんかちょっとツーっぽく見えるみたいなものって個人的には好きだなというふうに改めて感じています。こちらのナイロンパーカーはお近くのですねアウトドアショップでも買えますし、結構トゥモローランドだとかそういったセレクトショップなんかでも扱いがあるので、ぜひ見ていただければなと思っています。はい、そして最後5点目なんですが、こちらもアークテリクスからご紹介したいアイテムになります。まあ、バックパック、いわゆるリュックですね。こちらも最近買ってヘビーローテーションしているようなアイテムなんですけども、アークテリクスのアローというシリーズになります。まあ、その中でも新作のものになってまして、アロー20もしくはアロー20っていうのかな、ちょっとどちらの呼び方が正確なのかは分からないんですが、こちらのアイテムを最近買って僕はですね仕事場までの通勤に使うようにしています。まあ、通勤といってもですね自宅から事務所まで歩いて5分ぐらいしかないんですけども、こちらのバッグに関しても本格的なアウトドア系のバッグというよりはですね、まあ、本当に街で使うのに適したようなデザインになっています。見ていただくと分かるんですが、巾着っぽいデザインになっていまして、ここの紐を引っ張るだけでですねガバッと中が開けられるようになってるんですね。中の作りとしても PC を入れやすい仕様になっていたりですとか、大きめの2つの部屋があってかなりの容量が入るようになってるんですね。ですので結構こちらはアウトドア系のアイテムではあるんですが、ビジネスカジュアルですとかビジネスシーンでも使いやすいようなバッグになってるのかなと思っています。で結構素材使いが独特で、なんか他には見たことがないようなちょっとこうマットな雰囲気の素材使いになってるんですね。こういう機能的な素材使いっていうのがアークテリクスの一つの魅力なのかなと思っています。まあ、シンプルなデザインではあるんですが、使い勝手のいい巾着型になっていて、まあ、このイエロー系のですねアークテリクスの始祖鳥がですね良いアクセントカラーになっていて、個人的に非常に気に入ってるアイテムなのかなと思います。まあ、アークテリクスというブランドはノースフェイスに比べると街着という雰囲気はそんなに強くないのかなと思います。割と本格的なアウトドア用品が多いんですが、まあ、その中でもナイロンジャケットですとかリュック系のアイテムというのは意外と街着でも使いやすかったりするので、ぜひ皆さんにもチェックしていただきたいなと思っています。どれもがですね街着として使えるというものばかりではないんですが、ピンポイントで活用していただくと非常に使い勝手がいいかなと思いますので、ぜひ頭の片隅に置いていただきたいなと思っています。はい、ということで今回の動画では着心地の良さですとか使い勝手の良さというところを考慮した上で、2つのアウトドアブランドノースフェイスとアークテリクスの中で代表的なアイテムを5つご紹介させていただきました。いかがでしょうか。どれもですね僕自身日常的にめちゃくちゃ使っているんですね。どれも共通しているのはおしゃれ着として使うよりはワンマイル圏内を快適になおかつおしゃれに過ごせるアイテムなのかなというふうに思っています。ちょっとハードに使ってもどれもタフなので、そこまで気を使いすぎなくてもいいという点が僕の中ではめちゃくちゃ気に入っている点なんですね。まあ、僕も含めたズボラな男性にはですねすごく使い勝手のいいものばかりなので、ぜひ皆さんもですねお店に訪れてみると良いかなと思っています。僕の中でおすすめなのは結構原宿界隈なんですね。ノースフェイスの店舗もありますし、アークテリクスのショップもあるんですね。僕も定期的にこの辺りをチェックしているので、ぜひ僕を見かけた時にはお声掛けをいただければなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。